平成最後のスタートの号砲が鳴り響きました。縦長になりました。1区の激戦です。全日本大学選抜拓殖大学の一気にここで先頭に立ったのは佐野恵里香です。さあ全日本大学選抜佐野恵里香が助けをつなぎました。その後に名城大学先頭争いですが、学生オールスターチーム全日本大学選抜が前に来て、名城大学がなかなか距離が詰まらないといった形です。区間新記録達成、全日本ご締まりの全日本学生選抜チーム慶応大学川沢が会長となって、増田さんちょっと後ろ見えなくなってきましたね、はい。全日本学生選抜の川沢今たすきリレー先頭変わりました。名城大学が先頭に躍り出てきました。名城大学松浦から4年生気持ちを縦長に託しました。この区間には大東文化大学関谷という学生ナンバーワンランナーがエースとして君臨しています。まあ、加世田はなかなかエース区間で区間賞を取れなかったという思いがあります。その区間賞をことごとくこれまで駅伝では後ろから追いかけてくる大東文化の関谷に奪われてきました。果たして悲願の区間賞を取ることができるか。今名城大学がトップで襷リレーです。まあ、速報ではありますが、名城の加世田と大東の関谷は同タイムでどうやら走ったということになりそうです。名城大学が今先頭でこの第6中継所、玉木が襷を渡したところ、絶対王者立命館富士山の絶対女王が6連覇に向けて金色の信号は灯っているが、まもなく1分45秒差。今真野焼2位でスタートしていきました立命館大学。この高さまで1年生の鈴木優香が上がってきました。本当に驚きましたね。あの箱根駅伝で山の神と言われたね、神の第一選手、波のラップですよこの上りで。そしてこの勝利は名城大学黄金時代の幕開けとなる。平成最後のチャンピオンは名城大学初優勝。さあそしてついに連覇が止まった立命館大学、6連覇という大偉業への挑戦です。